今回は大分県の中津市にやってきた。中津といえば唐揚げが有名だが、今回お邪魔した理由は唐揚げではなく、こちらの焼肉屋さんの一番星さん。なんでもこちらは焼かない焼肉屋として有名らしい。焼肉なのに焼かないとはこれいかに。どんなものか非常に楽しみだ。まずはメニューを確認。肉寿司から一品料理、サラダ、ユッケに、お肉のお刺身に、あれ焼き物がないぞ。こちらはドリンクだし、あ、これが焼き物のメニューか。とまあまずはユッケとビールをいただこう。お、パーフェクト黒ラベル認定店なのか。ビールも楽しみだ。とりあえず注文。今あのですね、おすすめで、はい、あのビュートルガーリックトーストというのがあって、はい、それをちょっとおすすめしてるんですけど。あ、本当ですか。あ、じゃあそれもお願いします。はい、おすすめの牛トロガーリックトーストも注文。そしてビールが到着。いかにもうまそうだ。乾いた喉を潤す。お、うまい。とろとろクリーミーな泡がビールとともにスルスルと口の中に入ってくる。あまり外で飲まないからこのパーフェクト黒ラベル、おそらく初めて飲んだんだが、めちゃめちゃうまい。そして待ちかねのユッケ、卵を割ってよく混ぜて、いただきます。うまい。肉とユッケダレと卵黄のコク、これだよ、これがユッケだ。肉の旨味に箸が止まらなくなるな。こんな感じでサシが適度に入った牛ユッケ、こりゃたまらん。あっという間に一品目のユッケを完食し、お次はおすすめの牛トロガーリックトースト。こんがり焼かれたガーリックトーストの上に叩いた牛肉とキャビアが乗った豪快かつおしゃれな一品。ガーリックの香りが食欲をそそる。おお、うまい。牛トロというだけあって濃厚な脂の旨味をしっかりと感じられ、それがガーリックトーストととろけ合う。ニンニクと肉がビールに合わないわけがない。ニンニクのパンチと塩味の効いた牛トロタルタルがたまらない。あっという間に一杯目会員。そして注文応答。お、肉刺しの盛り合わせ、うまそうだな。これとあと何、鶏生ハムの唐揚げだと。中の肉がピンク色でうまそうだ。これも行こう。そして注文。メニューに生食できるお肉が多いが、実はここサシミートというハム加工されたお肉を使っている焼肉屋さんで、先ほどのユッケや牛トロタルタルなんかも実はハム加工されたもの。なので先ほどの鶏生ハムの唐揚げなんていう形で半生の状態の唐揚げが提供できるってわけなのだ。そしてビールと肉刺しの盛り合わせが到着。牛タン、霜降り和牛、牛脂、牛千枚、牛身の和牛、鶏レバーに牛レバーという豪華8点盛り。いやーうまそうだ。そして醤油を準備。まずは牛タン、レモンをかけて、こちらももちろんハム加工がされているのでそのままいただきます。コリコリ。噛みしめると感じる牛タンのうまみ。ハム加工すると肉自体のうまみ成分も増幅するらしい。いやうまいな。
そして醤油にちょっとつけてもいただく。うん、いいね。この九州の甘く旨味の効いた醤油が合うな。そしてお次は霜降り和牛。いや、見事な刺し。これをそのまま食べるとどんな味がするのか気になってたんだよな。醤油につけてと。おお、うまい。刺しがあることもあってめちゃめちゃ柔らかい。噛み締めるたびに脂のうまみを感じる。そしてお次はわさびと醤油で。わさびをつけてもさっぱりしてうまいな。油がじゅわっと出てくるというよりは噛むたびにじわじわ広がる感じ。これは初めての体験だ。こちらも気になってた牛脂の生ハム。ニンニクをつけて。なるほど。なんというか馬刺しのたてがみのような感じだな。下の体温でとろけ出る油がいいね。醤油はやっぱり油でこんな感じに弾かれる。これを口の中に入れると油のうまみが口の中にふわっと広がるんだ。そして千枚。こちらもハム加工をしてあるもの。まずは醤油で。うん、コリコリ。ただ湯通しした千枚よりも柔らかくうまいな。そしてタレもいろいろあるので使ってみる。特製味噌ダレとポン酢をちょいと混ぜて即席酢味噌と。これを千枚につけて。いいね。お店の味噌だれを使ったためコクのある酢味噌に。千枚に酢味噌、これも最高に合うな。そして牛レバー。満を持してレバー刺しがこのご時世に復活。こちらはごま油で。とろっととろけて広がる旨味。ハム加工時に塩味がついているからごま油だけで美味しい。そしてニンニクなんかもつけてと。おお、ニンニクをつけるというよりうまい。レバーの濃厚さとニンニクのパンチ、ビールが進むな。そしてお次は鶏レバー刺し。牛レバーよりもぬらっとしたツヤのある見た目。こちらもごま油で。おお、鶏レバーうま。牛レバーよりもトロトロ感が強いな。そしてレバーの濃厚な旨味はありつつもあっさりめ。個人的には牛レバーよりも鶏レバーの方が好きかもな。続いて和牛。先ほどの霜降りよりも油は控えめだがどうだ。おお、こっちの和牛もいいね。霜降りよりも肉食ってるっていう感じがする。赤身のうまみを存分に楽しめていいな。ビールも進み2杯目も完飲。そして3杯目のビールを準備し、ミノを食べる。ネギをつけて、醤油をつけて。うん、いいね、この食感。やっぱり湯引きや焼いたりしたものよりも柔らかいが、シャクシャクとした食感はしっかりありうまい。そしてミノはやはりポン酢でも食べなくちゃな。
うまい。ポン酢と薬味とミノのうまみ、これが最高なんだ。そして到着したのが鶏生ハムの唐揚げ。おーすごい、中が半生のピンク色。普通は食べることができない半生の唐揚げ、お味はいかに。おー、下味は控えめで鶏のうまみがガツンとくる。そして意外と歯切れがいい。鶏刺しをこのサイズで食べるとなかなか噛み切れなかったりするが、ハム加工してあるので歯切れがいい。そして生っぽさを感じられる弾力もある。いや普通にうまいな。そしてレモンを絞って、レモンを絞っても鶏の旨味が引き立っていいな。下味が薄めなので醤油につけても良さそうだ。甘い醤油の味で鶏の旨味の輪郭がより際立つ。先ほど作った味噌ダレなんかでも、こちらも味噌ダレのコクが加わってうまい。そしてポン酢、下味が薄味だからこそ鶏の旨味を存分に楽しむことができ、さらにタレで楽しむ余白が残されているのはいいな。お次はいよいよ焼き物、こちらの肉盛りをいただこう。豚バラ、霜降り和牛、地鶏もも、牛さがり、黒毛和牛カルビ、厚切り牛タンの6点セット。こちらの肉盛りもなんと生でも食べられる。牛と鶏は先ほど食べたから、今度は豚を。いやー見まごうことなき豚バラ、これ食っちゃっていいのかと心配になるが、こんな感じか。豚の旨味も確かに感じるが、油の味の方が強い。なるほど、意気込んで食べたものの脂身が多いので焼いて食べた方が良さそうだな。ということで豚バラを焼いていく。生でも食べれるので表面だけさっと炙る。タレにつけてと、やっぱり焼いた方がうまいな。熱で油がとろけ出し、中は半生状態で柔らかく、新食感。この豚バラの感覚は初めて食べたな。そして厚切り牛タン、こちらも表面だけをさっと炙って、レモンでいただく。おーうんまい。表面はサクッと温かく、中はプリッとやや冷たく、こちらも新食感だ。おいしいな。こちらは地鶏もも、普段焼いて食べる鶏ももよりもプリッと感が強いな。霜降り和牛、こちらもさっと火を通す。焼くことで香ばしく油もとろけてうまい。焼くことで先ほどの生食とはまた違った表情を楽しめるのはいいな。そして和牛カルビ、
柔らかい。ジューシーで濃い肉の旨みを味わえるな。最後はサガリ。サガリは牛の横隔膜で、ハラミよりも厚く脂が少ない部位。表面の肉の焼き目から生の部分が見え隠れ。タレにつけてと。おお、柔らけえ。そして噛みしめるたびに肉の旨みを強く感じる。新体験のうまい焼肉に3杯目も会員。そして最後にご飯物も行きたいなということで、こちらの肉寿司の中のこの3種盛りを頼んでいこう。4杯目のビールと肉寿司が到着。生ハム、和牛、牛タンの3種盛り。まずは生ハムから。わさびと醤油をつけて、うん、いいね。ほのかに温かいシャリで脂が柔らかくなり、酢飯のさっぱり感との相性抜群。続いて和牛。和牛もうまいな。ハム加工しているので非常に歯切れもよく、シャリとのなじみがめちゃめちゃいい。そして肉のうまみも引き立つと。ハム加工の肉、肉寿司との相性めちゃめちゃいいな。最後に牛タン。こちらの牛タンも脂が乗っててうまそうだな。こちらはレモンを絞って、うん、やっぱり牛タンは間違いないね。コリコリした食感と牛タンの濃いうまみがシャリととろけ合う。ということでいかがだっただろうか。焼かない焼肉屋の一番星、出てくるお肉のすべてがそのまま食べられるというなかなか衝撃的なお店だったが、そのまま食べてよし、焼いてよしで様々な食べ方ができてめちゃめちゃ楽しかった。中津に来た際は唐揚げと一番星の肉刺しもぜひ。それでは。